はい、できました。あっちゃんのね、玉ねぎがめちゃ増されてるけどもね、松屋の牛丼、わかめとおふのお味噌汁と数の子で卵をかけて食べましょう。お正月明け ね、まだお買い物行けてないのよ。だから冷凍庫にあるもので食べます。はい、ではいただきます。今日ね、お買い物行かれへんかったからね、冷凍庫にあるもので行きます。袋後ろ、あっちゃんの、あ、そこ君の後ろ、ソファーの横、はい、ではいただきます。まずね、卵を入れたけどね、卵を混ぜる前にいただきましょう。うん、おいしい。卵を混ぜます。懐かしいな、これ。米硬い。米硬い麺って炊くのに、ね、こういうのさ、硬い。これね、七味レンチンちゃうで、その炊いてみて。これは五分漬き、白米の方が良かったかな、牛丼はね。これに七味かけるとね、美味しくなるんよ。美味しいね。味噌汁は手を抜かずにね。これはレンチンやけどね。あの子ちゃん、あの子は年末からつけたってて、美味しいね。もうちょっと七味。牛丼の七味は結構あっちゃん激しく入れます。ご飯多い。ご飯を肩残しとき。お財布が汚したかんねん。シワとか汚れたら傷あったらもう金運くんなくなるね。元からちょっとこすれてたら、いや、買っちゃダメ。オーラって変わるからな、オーラの色は。これこの前おせちに入っとった数の子。なんかこける TKG になって。なんかあったかな。なんかレンチンしてたのか。イケジンする？イケジンやめよ。あ、難しいんじゃないの？イケジンしまいで。もっこいたいよ。明日多分買い物行く。わかる。
明日も冷凍庫のもんで食べるか分からへんけど、多分行くと思うけど明日は。ご飯で、ティケジ住んでたら。難しい。時間。うん。嬉しい。面白いぞ。うん、水が良かったかしら。ぐらいって2、3個入れやねん。米覚えてる。うん、おいしい。米あんで、まだおいしいね。昔の醤油がいいね。うん、やっぱり昔の製法の醤油を使わないとな。卵の匂いに卵がゆみたいな。卵飲んどるみたいな。卵スープや。黄身が濃いんじゃん。まあ、餌がちゃうねん。うん、やっぱりあの薬とか入れてあるあれやん、うん、だから薬入れてなかったら病気になった時全部ダメになるよ。だからあれぐらいに薬とか食べさせないと。薬食べさせないとな。ちゃんと飼育してんねん。トリンフルとかかかったら寝るようになるから。他の鳥かな。他の鳥、うん、だから餌食べに鳥が来るやん。じゃあその他の鳥はどっからかってくるの。どっかの野鳥からかってくる。大気的に飛んでるのか。大気的に飛んでるじゃん。大気的に違うじゃん。ウイルスやからどっかの鳥からと思ってくるんじゃん。もうその時点でなんかいつも持ってるやつがおるんじゃん。どっかに渡り鳥とかおるやん。うん、なぜ、まあ大体病気っていうのもなぜやねん。分かってないことが多いね、うん。トリンクも一時期人工ウイルスって言われとってんけどな。鳥を介して人間にかかるとか言われとってん。かからへんけどな。かかった鳥食べてもうつれ。匂いには何も影響ないの。何に殺されても影響があったらあかんからって。
かわいいな。子供の時に出しちゃったらかわいそうやん。こっちやのに。ほら。そんなんあるやん。大人になった時、やめてよ、父さん。どうすんねんな。なんかわかんない。なんか、グレーターどうすんねんな。やめてよ、どうすんねん。デジタルタトゥーにしてるね。何も笑わへんねんけど。女優ねん。やってさ、生活感が増えて面白いですよ。あっちゃんねん。あくまでも女優じゃないかな、ね、あの女優の悪口じゃん。女優でいたら生活感だまじないなって感じで。仲良い絶対絵の具に。あっちゃんでわかんのか。女優ならない。女優やん。え、これ女優もんないわ、こいつ。わかんない。あ、どこ入るもんな。お前が一番ゆるいって言われるわ。いやいや、こいつロバート秋山もんない。何がおもろいか、俺。味噌汁どこ入ったら、どこ入ったら味噌汁。シャツめくるだけは見えちゃうの。ちゃんと顔見せれば見てるだけじゃん。あ、美味しかった。今日の味噌汁めっちゃ美味しかった。オーソドックスなわかめとお麩の味噌汁やけどね。ということで、ごちそうさまでした。今日のあっちゃんちの晩ご飯は松屋の牛丼、冷凍庫にあったやつ、レンチンです。はい、負けてね、冷凍庫でなんとかなるんでね。明日もお買い物行くか行かへんか分からへんけども、行ったらなんか買うてた食材で、行かへんかったらまた冷凍庫から何か出してきます。はい、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、松屋の牛丼とわかめとお麩の味噌汁、よかったと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。